はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はですね、先日ご紹介させてもらったポーチの後半戦になります。で、今回、今日ですはですね、模様編みのところに入っていくので、ゆっくりね、編みながらやっていきますので、ぜひぜひ一緒にね、編んでもらえたら嬉しいです。はい。それでは、一緒に編んでみてください。で、次の段、12段目ですね。13段目ですね。まず、鎖編み3回で、はい。鎖編み3回で立ち上がります。3。で、この、前段で表引き上げ編みを編んだところは全部表引き上げ編みを入れていくような感じになります。で、ここのね、パプコン編みをしているところ、ここのところもね、ちょっと模様を入れていくような感じになりますので、一緒にやっていきます。まずはかぎ針に糸を引っ掛けて、一番最初のパプ、表引き上げ編みですね。ここにも表引き上げ編みを一つ入れます。で、次ですね。次は、かぎ針に糸を引っ掛けたら、このパプコン編みを編んだ、ここの、こっち隣のこの穴、ここのところに針を入れます。で、糸を持ってきて、長編みを一つ入れます。で、鎖を一つ編んだら、今度はこの編み地をちょっとパタッと倒してあげると、次ここの、こっちにかぎ針を入れるんですけど、糸を引っ掛けたら、このままですね、こっち側、裏側からこんな感じで糸をね、持ってきます。で、長編みを一つ。ね、バッテンの感じにね、なるようになります、ここ。で、次ですね。次、ここにまた、長編みの表引き上げ編みを一つ。で、次は、この長編みの頭を拾って、長編みを一つ。で、またかぎ針に糸を引っ掛けて、表引き上げ編みを一つですね、入れます。そしたらまた模様が来るので、かぎ針に糸をかけたら、こっち側から針を入れて、長編み。で、鎖を一つ。で、また糸をかけて、はい。で、長編み。っていう感じでずっと編んでいきます。はい、今最後まで編んできました。で、最後に、ここにね、長編みの表引き上げ編みが一つ残っているので、ここにも長編みの表引き上げ編みを入れます。はい、で、ここですね、最初の鎖編み3回で立ち上がった3目目、1、2、3。3目目に針を入れて、このまま引き抜いて、13段目ですね。が終わりになります。で、このままね、こことここをずーっとこう繰り返して編んでいくような感じになっているんですけど、最初の方だけ一緒にやりながら編んでいこうかなと思います。で、次ですね、14段目。14段目はここと同じような感じで編んでいくんですけど、針をね、ちょっと入れるところがこの模様になってる、このバッテンのところに入れるようにやっていくので、ちょっとね、そこだけ違うので一緒にやっていきます。まずは鎖編み3回で立ち上がります。で、根元の次ですね、に表引き上げ編みを一つ入れます。そしたら、鎖を一つ。で、こうバッテンに編んでるこの真ん中、ちょっと広げてあげると、ここが開くと思います。この真ん中。鎖を編んだところですね。ここに長編み5目のパプコン編みをまた入れていきます。針に糸をかけたら、このね、バッテンの真ん中に針を入れちゃいます。で、ここに長編みを5回ですね。
2、3、4、5。で、一旦針を外して、タコの一番最初の長編み。ここに針を入れたら、また針をこっちに戻します。で、このまま引き抜きます。で、鎖を一つ。で、パプコン編みが出来上がりですね。で、もう一回鎖を一つ編んだら、ここですね。表引き上げ編み、長編み、表引き上げ編み。ここも同じ。表引き上げ編みを一つ。で、長編みの頭のところに長編み。で、また表引き上げ編み。で、編んだら、またここのね、バッテンの模様のところが来たので、ここで鎖を一つ。そしたらまたこのね、バッテンの真ん中、ここに長編みを5個入れていきます。1、2、3、4、5。で、針を外して、一番最初の長編みの頭に針を入れて、針を戻します。で、このまま針をに糸を引っ掛けたら、キュッと引っ張ってきます。で、鎖を一つ。で、鎖をもう一つ編んだら、またここですね、長編みの表引き上げ編み。で、この時にちょっとパプコン編みが後ろにこう入っちゃうかなと思うんですけど、最後ね、ここ表にこう、ポンと出してあげれば大丈夫なので、編んでる時は中に入っていても大丈夫です。はい。で、このまままた編んでいきます。長編みを一つ。で、表引き上げ編み。はい。で、こんな風にね、ずっとこのバッテンのところには、鎖一つ、長編み5目のパプコン編みを1個。で、鎖を編んで、で、またここ、長編みの表引き上げ編み、長編み、表引き上げ編み。で、ずっとこのまま編んでいきます。はい、最後まで編んできました。そしたらまた立ち上がり3回で立ち上がってる3目目に針を入れて引き抜いてきます。こんな感じでね、ポンポンと模様が出てきてるかなと思います。超可愛くないですか？これ、この色も。なんか蛍光色っぽいような黄緑が出てきたり、このブルーが出てきたり、いろいろ可愛いんですよ、これ。なんかね、すごく可愛い。こことかめちゃくちゃ私好きなんですよね、この薄い黄緑っぽいの。なんかね、前編んだのとはやっぱりちょっとイメージが違うかなと思います。で、次ですね。次の段が15段目。13。15段目ですね。15段目はまたここにバッテンを作っていきます。で、立ち上がり3回で立ち上がったら、根元の次に表引き上げ編みを1つ。ならまた、かぎ針に糸をかけたら、ここですね、この穴のところに針を入れて、長編み、で、鎖を一つ。で、針に糸をかけたら、この後ろ側からですね、この、この間のところに針を入れて、長編み。で、まあ、針に糸をかけたら、表引き上げ編みをします。で、次は長編みですね。で、その次は表引き上げ編み。で、こんな感じでね、ここがバッテンになるんですけども、ちょっとね、このバッテンが、わかりづらくなっちゃったりとかするかなと思うので、次の段で編み入れるときは、
こうね、こうちょっとグッと広げてあげたりすると目がね、わかるかなと思います。で、こんな感じで、このパプコン編みとこのバッテンとを交互に交互にやっていきます。で、お好きなね、こう高さになるまで編んでいってもらって全然構わないんですけれども、このね、円の底、底の部分がちょっと今回は8センチだったかな？ちょっとちっちゃめに作っているので、そこまでね、あの高さを出してしまうと、今度入れたものが取りづらくなっちゃうかなと思うので、まあ大体の高さまでね、出していこうかなと思うんですけど、ちなみにこっちだと、このね、ここが、底のね、側面の長編みを一目ずつ入れたところなんですね。で、このパプ、一番最初のパプコン編みから、この模様の一番最後はバッテンで終わっているので、ここまでの長さを測ってみると、はい。だいたい、7センチくらいですね。パプコン編みのところから見ると。7センチくらいになるので、こっちもだいたいそれくらいになるまで編んでいこうかなと思います。で、このパプコン編みがね、はい。こんな感じで、1、2、3、4つ並ぶような感じでね、こっちも、あと2つですね、パプコン編みが並ぶように編んでいこうかなと思います。はい。ではですね、上の方までずっと編んでいきます。はい。今ですね、この模様編みのところを8段編んできました。で、円のね、作り目から見て、全部で19段編んできています。で、最後、ここですね。ここがあの、バッテンになる模様編み、パプコン編みの次の、バッテンになる方で終わっています。で、今回、ここの高さが、模様編みの部分で、そうですね。だいたい7センチになってます。同じね、大きさに仕上がってるんじゃないかなと思いますね。で、まず、次はですね、全部に細編みを一つの目に一つずつ入れて、この編み地をね、鳴らしていきながら、ちょっとね、こう、締めるような感じで編んでいこうかなと思います。で、まずは、細編みなので、鎖編み1回で立ち上がります。で、根元、引き抜いたところですね。引き抜いたところに針を入れて、細編みを一つ。はい。で、わからなくなる方は、ここにマーカーをね、つけておくといいと思います。で、次の目、ちょっとね、こう広がっちゃっててわかりづらいかなと思うんですけど、長編みのこの足が立ってるここのところ、これ、次の目の頭のところになるので、ここに針を入れていきます。はい。で、長編みのね、頭、ちょっとね、こう広がっちゃってるところもあるので、細編みでね、一つ一つすくって、目をね、締めていきます。で、ここは、大きいところに一回、バッテンの真ん中に一回、細編みを入れたら、この少し広がってるかなと思う、ここ。これがこのバッテンになってる、長編みの頭になるので、ここにも針を入れます。こんな感じ。で、次はここですね。この足の頭。全部、こうやって頭の部分をね、拾って、細編みを一つずつ入れて編んでいきます。ちょっとね、わかりづらいのが、少し広がってたりとか、あとはこの辺ですかね。このバッテンのところ。ここね、この外側は見えるんですけど、ここ中に針を入れて細編みを一つ入れると、ここちょっとね、分かりづらくなっちゃうかなと思うんですけど、ここもね、ちゃんと一つ入れてあげるように気をつけて編んでみてください。で、このままですね、一つの目に一つずつ細編みを入れて、最後の目までずっと細編みを入れて編んでいきます。最後の目まで細編みを入れてきました。そしたらここね、横にピッてあるのが引き抜いたところですね。で、ここにちっちゃく立ち上がりの一目
で、これが最初の細編みの頭になるので、ここに針を入れて糸を引き抜きます。はい。で、一回ね、細編みをこう挟んであげることによって、少しこう模様編みでこう、なんかね、ジグザグになってたりとかしてるたところが綺麗にこうまっすぐ整ってくれるので、一回ね、こう細編みで締めてあげるのもいいかなと思いますね。で、続いてですね、紐をね、こう通していく部分。はい。こちらのここの部分ですね。ここを編んでいきます。で、これはこの2段、このね、通す部分を編んで、上の方に紐を通したんですけど、ちょっとね、上に紐を通すと、ここの部分が少しこうちっちゃくなっちゃったので、これは、こっちはね、新しく編んでる方は、こっちの下の方に紐を通していこうかなと思います。ではやっていきます。まずは鎖編みを3回ですね。はい。1、2、3回で立ち上がります。で、もう一つ鎖。で、このもう一つは模様編みにな、模様編みっていうかね、編んでいくところの一つです。で、かぎ針に糸を引っ掛けて、根元から数えて、次の目。2個目。根元から数えて次の目、ここに細編み、長編みをですね、一つ入れていきます。こんな感じ。そしたらまた鎖を一つで、また糸を引っ掛けて、で、この長編みが入っているところの次、一つ開けたその次ですね、ここに、はい、長編みを入れていきます。少しこう間が空いてる感じになっていきますね。で、鎖を一つ。で、糸をかけたら、一つ開けた、その次。で、こんな感じで編んでいきます。鎖編みを一回。で、長編みを編んだところの次の目に長編みを一回。っていうのを全部ね、ぐるっと最後の目まで編んでいきます。はい。では、やっていきます。はい。最後の長編みを編んで、鎖を一つ編んだところですね。で、一つ目が残ってると思うんですけど、これはこの鎖の分の目が余ってるので、ここには何も編み入れないようにします。で、下からですね、この立ち上がり3回で立ち上がった3目目に、引き抜くんですけれども、この長編みの次の鎖は模様の鎖になっているので、その次ですね。ここ。これ長編みの頭の一目目なんですけど、これの次。下から数えて1、2、3個目ですね。ここに針を入れて、糸を引き抜いてきます。はい。こんな感じのね、こうポコポコっと穴が開いてる模様になってると思います。で、その次の段も同じ感じでやっていきます。鎖編み3回で立ち上がって、模様の用の鎖を一つ足します。そしたらこの長編みの頭、ここに針を入れて長編みを編んでいきます。でも前の段で全部ね、長編みが編めているので、このまんま鎖を一つやったら、またこの長編みの頭、ここですね、ここに針を入れて長編みを編む。で、鎖を一つで、またこの長編みの頭に針を入れて長編みを編む。で、やっていくとまたね、こう、少し間が空いて長編みが編まれていくので、これをこのまんまずっと最後の目までですね、編んでいきます。最後の目まで編んできました。そしたら鎖を一つ編んだら、またですね、この下から数えて、1、2、3目目。鎖編み3回編んだ3目目に針を入れて、よいしょ、引き抜いていきます。はい、こんな感じで
2段こんな感じの模様ができたかなと思います。で、次なんですけど、次はですね、ここの上のね模様を編んでいこうかなと思います。こんな感じで少しフリフリっとついてる模様をですね編んでいきます。で、このままですねやっていきます。で、まずは立ち上がり1回、鎖編み1回で立ち上がって、根元の部分に引き抜いたところですね、根元の部分に細編みを1つで、鎖編みを1回ですね。で、この長編みのこの次のここ大きく開いているところ、ここに長編みを5個入れていこうと思います。はい、針に糸を引っ掛けて、もうこのまま針をダイレクトに入れちゃって大丈夫です。このまま長編みを5回編んでいきます。2、2、3、4、5で、鎖編みを1回で、次がですね、次の目が ここの鎖編みをしたところの次の長編みの頭、ここですね、これの長編みの頭に細編みを1回入れます。はい、こんな感じで入れますね。で、そしたらまた鎖編みを1つで、ここじゃなくって次の足の次のところ、ここここを一つ飛ばしてこっちですね、ここに長編みをまた5個入れていきます。1、2、3、4、5。そしたら鎖を1つで、次ここを飛ばしてこの長編みの頭、ここに針を入れて細編みを1つですね。で、また鎖編みを1つ編んだら、ここを飛ばした次、ここに長編みを5個入れていきます。1、2、3、4、5で、ここの穴を飛ばしたその次、この長編みの頭、ここに針を入れて細編みを1つ、あ、違いますね、おっとっと、長編みを編んだら細編み1つですね。で、長編みの頭ですね。で、また細編みを編んで、ここを飛ばしてこっち、ここに長編みを5個入れていきます。1、2、3、4、5で、鎖編みを1つで、ここを飛ばしてこの次の長編みの頭に細編み、はい、っていう感じでずーっとね、このまんま、あ、もうちょっとなんですけどね、編んでいこうと思います。はい、最後の長編み5個入れたところです。
で最後に鎖編みを一つ編んだら、次はここですね。ここ引き抜いたところで、ここが立ち上がりで、これがですね最初の細編みの頭、ちょっと斜めになってるんですけど、ここに針を入れて引き抜いてきます。でこんな感じでね、ポーチのね、あのミニ巾着の袋の部分がね出来上がりになりますね。そしたらもうこの糸は使わないのでカットして糸処理をしておきます。はい。でこのね中をめくると、この糸ですね、私はここ編みくるんでいるので、もうこのまんま切っちゃいます。で編みくるまなかった人とかは、ここのね、あの糸処理もちゃんとやっておいてください。巾着ここ紐つけてからでもいいんですけど、もうこの時点でやっておくと、あとはもうすごく楽になるのでね。はい、こんな感じで編み上がりですね。そしたら今度はここに紐をつけていくんですけど、今回私はこちらのダイソーさんで買ったワックスコードですね、ベーシックカラー、こちらのキャメル色っぽいねカラーをちょっと使って紐を作っていこうかなと思います。で私ね、このワックスコード結構前に買ってたんですけど、まだねちょっと使ったことがなくって、どんな感じになるのかっていうのもわからないのでね、ちょっとねやってみたいなと思って今回これ出してきました。でだいたいの長さがどれぐらい必要なのかっていうのをちょっとね糸を出して、ここでね入れていってみようかなと思います。でこれちょっと糸通しに通るかな、あこれね、あの太い感じの糸通しだと通りますね。でこの糸通しじゃないや、針か、針だと通るので、これをだいたい半分に折って、はい。で、どうしようかな。これは、こっちは横からキュッて締める感じでやったんですけど、まあこれをね、こっち側に持ってくると、まあ真ん中からこう締まるような感じにはなるんですけど、どこから入れてもこの模様は大丈夫だと思います。で、立ち上がりのところ、をちょっとこう探してあげて、立ち上がりはね鎖編み3回で立ち上がっているので割と分かりやすいかなと思います。ここですね、ここが立ち上がりになっているので、これを横にしていこうかなと思いますね。でここでこう半分に折ってあげると横がね決まります。でこの一番下の二段目の下の部分、ここに通していきます。で、どうやって通すのかというと、ここ、立ち上がりの部分なんですけど、ここから針を入れて、まあ大体二つ置きぐらい、もう二つ置きというかね、穴を一つくらい開けて、こんな感じで、糸を出して、で、またここを一つ開けて、ここに、針を入れて、また一つ開けて、こんな感じかな。で、またここを開けて、ここから、ここから針を入れて、で、一つ開けて、このまま出す。で、またここですね。ここを開けて、で、一つ開けて、出す。でここもここを開けてこっちから出す。でここを開けて開けてここから入れてですね。で出す。で紐の通し方もね、皆さんいろいろあるかなとは思うので、ご自分のねやりたいように紐も通してあげるといいと思います。で試しにね、あ、ちゃんとね、閉まってくれますね。で、これを確認したら、
長さをね、今度は調節していこうと思います。で、よいしょ。ここの先のところに、よいしょ。はい、こんな感じのね、ウッドビーズをつけてあげても可愛いんじゃないかなと思うんですけど、ウッドビーズをね、つけるのに、よいしょ。こんな感じのね、ビーズにワックスコードを通しますね。で、ここのところを、通した先っぽのところを縛ってあげます。で、縛ってあげるとここでね、止まるので、こんな感じでいいかなと思いますね。で、こっちか、どうしようかな。こっち側にもウッドビーズをつけていこうかなと思うので、だいたいもうちょっと短くてもいいですね。これぐらいの長さで仕上げようと思います。で、少しね、長めにこっちをね、カットして、で、反対側にも同じようにウッドビーズを通してあげます。で、ここでまた縛ってあげますね。こんな感じで。縛ってあげたら、ここのね、上の方に、こう、行きたいので、どうしよう、ビーズはここから動かさないようにしようかな。この辺くらいで、一回縛ってもいいかなと思います、この辺で。二つ一緒にですね。はい、こんな感じで二つ一緒にキュッと縛ってあげます、はい。で、そうするとここでね、ビーズがいかなくなるし、もうすごくね、簡単な感じでつけちゃったんですけど、このまま手でね、グッと押してあげると巾着はね、すぼまってくれるかなと思うんですよね。こんな感じで。で、ちょっとこれだと少し強度が弱い気がするので、反対側にもね、こっちにもちょっとつけて、どうしようかな。大丈夫かな？こんな感じで。こんな感じでね、終わりにしようかなと思いますね。こうね、作りながらやってるとね、いろいろ迷って、ああしたい、こうしたいっていうのがね、次々と出てくるんですけど、はい。今回はこんな感じでね、巾着を、ミニ巾着を編んでみました。で、試しにね、この中に、のね、毛糸玉を、はい、ポンと、入れてあげます。で、このね、パプコン編みをしたところ、ここをね、こう手前にこう、ポンポンと押してあげると、全部表側にね、出てきてくれるので、こうやって、押してあげます。こんな感じでね。ほら、ポコポコっと出てきましたよね。可愛くないですか？このパプコン編み。なんかね、難しいようで、そこまで難しくないっていうような感じの編み方なので、玉編みをする、よりはちょっとね、手間があるかなとは思うんですけれども、全然、ほら、こんな感じのミニ巾着が出来上がりましたね。超可愛いと思います。で、カラーがね、やっぱ違うと、これだけ違いますね。はい。サイズ感的にはね、こんな感じの。全然、イメージ違いますよね。
ちょっとこっちはね、冬っぽい暖色系っていうか、あったかい系かなと思います。で、こっちはね、もうちょっと春先でも使えるんじゃないかなっていうカラーに仕上がったんじゃないかなと思います。はい。こんな感じでね、底の部分も、なんか可愛いですよね。で、残ったね、毛糸が、はい、これぐらい残っています。なので、一玉で逆に全部ね、ここの紐も編んじゃっても可愛いかなと思いますね。はい、もしよかったら、編んでみてください。はい。今日も楽しかったよって思ってくれた方は、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。コメントもお待ちしているので、コメントの方もどんどんね、残していってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。